他にすることもないし。分かれて。どこに行こうかな。何も起こらないといいけど。どうしようかな。どうしようかな。さあ、行くわよ。
もう今のところ。よしよし、よしよし、それってどう。よしよし、どう。あら、どうしようかな。今のところ。それってどう。よしよし、よしよし、どこに行こうかな。さあ行くわよ。さて、いろいろ探すわよ。工房に戻ろうかな。
今のとこだるどこに行こうかな。さて、いろいろ工房に戻ろうかな。今月は国王誕生日の行事があるわね。私は配られる王室の菓子が目当てなんだよ。はい、あら、どうしようかな。こんにちは、マリー。ねえ、今から国王誕生会を見に行かない？どうでもいいよ。マリー、仮にも王様なんだから。誕生会に行くと何かあるわけ？特に何もないけど、ほら、人がたくさん来て面白そうだから。どうしようかな。弱ったな、シアとはぐれちゃった。あ、ごめん、怪我はない？大丈夫。あれ、あなた、どこかで会ったことない？気のせいじゃないかな。それじゃあ。逃げちゃった。シアも見つからないし、帰っちゃおう。何をさせるの？これでいい？なんだ。お、今の。よしよし。それなら。どうした、俺に用事か？どうした。どこに行こうかな。何も起こらないといいけど。何かいるよ。いい加減にして。どうしよう。行くわよ。
行くわよ。これ
スは。おお、今のとよし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 、どうしよしよし、ほらよ。かな。さて、がっちり。さて、いろいろ探すわよ。工房に戻ろうか。この店どうした？俺は役に立つ。わかる。どこか行くと。あら、どうしようかな。あら。どうしようかな。今度。これでいい。
島のところ。よしよし、ほらよ。工房に。いや、実はね、こいつを揃えてほしいんだ。さすが、助かるよ。どうしようかな。ありがとう。どこに行こうかな。はい。こんにちは、マリー。飲みの市を見に行かない？へえ、飲みの市って怪しげな連中が集まって怪しげなものを売り叩くやつでしょ？マリー、全く間違いじゃないけど、かなり偏見が入ってるわ。どうでもいいのよ、そんなことは。飲みの市ね。どうしようかな。あれ？あそこにいるのは。よう、今日は俺がいろいろ売る立場だ。何か買わないか。どうしようかな。これでいい？これでいい。マリー、そろそろ。さあ、行くわよ。どうしよう。さあ、行くわよ。さあ、行くわよ。さあ、行くわよ。
よう、俺だ。今日はどうしても頼みたいことがあるんだ。いいかな。何でしょう。竜の牙が欲しいんだが、あるかな。金ならいくらでも出す。持っていたら譲ってほしい。そんなもの何に使うの。実はダメだ。人に頼み事しておいてそれはないんじゃない。やっぱり話さないとダメか。わかった、話そう。しかし多言するなよ。はいはい、話せば長くなるが。竜の牙はあるのか。はい、これでいいのかな。お、いいのか。感謝するぜ。金は、面倒だ、全部やる。それじゃあまたな。あの行っちゃった。させるの？これでいい？何をさせるの？何をさせるの？これでいい？どうす？8月15日は夏ま…どうした？おお、あんていうもの。よしよし、よしよし、よしよし、ほらよ。どうす、あら、どうしようかな、どうしようかな。今度は、行くわよ。
しようかな。さあ、行くわよ。よし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 、それならそれじゃよろしく頼む。どう、あら、どうしようかな。今度は何、工房に、できた。
いよ試験も終わりか。長いようで短かった気もするな。頼んだ、今のところ。よしよし。よしよし。それってどう？よしよし。これはまだ終わって。これは？こんなことする。これでいい？君か。読めそうな。悪いが、今日のところは引き。何か用かな？あら、どうしようかな。
ようかな。どうしようかな。これでいい。これでいい。それじゃまたね。どうしようかな。今のところこれ工房に戻る。今のところこれだ。それだ。よし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 。ほらよ。工房に。明日は結果発表。調合と冒険に明け暮れる5年間だったけど、充実してたね。来たわね、マルローネ。私の結果は？マルローネ、あなたは私の想像をはるかに超える結果を残したわ。あなたはね、もう私やドルニエ校長よりもずっと先の高みまで上り詰めたのよ。ドルニエ校長が言ってたわ。あの子にはもはや教えることは何もなかろうって。私も校長と同じ考えです。だからおめでとう。結果は合格よ。文句のつけようもないわ。やったー。これだけの成績ならどこへ行ってもきっと通用するわ。自信を持ちなさい。はい。卒業した後はアカデミーに残ってもいいでしょう。あの店をそのまま続けるのもいいわね。あなたの思うところへ進みなさい。これから先の人生はあなたが決めるのだから。そんな顔は似合わないわ。
大丈夫、きっと大丈夫よ。私はあなたの成功を信じているわ。だからもう行きなさい。でもちょっと不安、あのマルローネよ、おてんばでおっちょこちょいの。カーミーよ、少々の失敗ならいいです。どうか大きな失敗だけはさせないでやってください。マリー、あら、シアじゃない、どうしたの？留年して落ち込んでたら慰めようと思ってきたんだけど、その顔だと合格みたいね。もう意地悪だな、私だってやるときはやるのよ。で、マリーはこの後どうするつもりなの？それなんだけどね、私旅に出ようと思うのよ、どっか遠くに。ちょっとマリー、それ本気？やめた方がいいわよ、きっと大変な目に遭うわ。うん、もしかしたら死んじゃうかも。イングリド先生が言ってた、どこへ行っても通用するって。で、考えたのよ、この町なら私以外にもすごい人はいっぱいいる、アカデミーもあるし。でも例えば私たちの故郷のグランビル村にはお医者さんもいなかったわ。グランビル村以外にもそういうところはたくさんあると思うんだ。だから大丈夫。そりゃ今まで何度も町の外で怖い目にはあったけど、結局なんとかなってきたし。分かった、もう止めない。あなたは昔から何か言い出したら絶対曲げなかったから。でもこれだけは約束して、いつになってもいいから必ずザールブルグに帰ってきて。何言ってんの、当然でしょ、私たち親友じゃない。言われなくてもそのうち戻るわよ。案外すぐに街が恋しくなっちゃって、一月もしないうちに戻ってきたりしてね。シアはマルローネを待ち続けました。故郷の村からここにやってきた時と同じように、気の身気のままで旅立った彼女、風の便りでさまざまな噂を耳にします。伝染病から村を救った少女の話、恐ろしい悪魔を不思議な力で倒したという勇敢な少女の話。シアは毎日思うのでした。マリーは今どこで何をしているのだろうと。でもこれは誰も知りません。シアは待つことしかできないのです。マリーが笑顔で帰ってくるその日を夢見て。